節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった当分照れ笑いが続く。汚いところですが、島があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。はい、こんばんは。今夜はね、泉屋敷茂さんの春夏秋冬を歌いました。2017年6月の26日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんは。ダイさん、どうもね。いいね、よくないよ。ソープランド行かないよ。閑散期でも行かないよ。僕はお金ないから行かないよ。うん、閑散期って言ってもさ、いつも早いとか限るんだからさ、いろいろ仕事の流れによって遅くなることがあるからさ。うん、分かった。今日も仕事だからね、ソープランドなんか行ってないからね。どうもね、ダイさんありがとうね。コメント全部読んでからね、ありがとう。今日遅かったね、ジュンジュンさんありがとうね。さて、もう遅いんでね、でもなんとか0時前ね。じゃあ今日のお夜食行こうか。いいかな、お夜食。うん、お夜食行きます。もうくたくただ。ああ、一杯飲もう。冷たいの一杯ね。え、配信大丈夫？え、ありがとう。どうも、ダイさん、どうも。あ、カメラのおかしい？映像出てる？消えちゃった映像。わ、まずい映像。消えちゃった？映像。映像出てないか。壊れちゃった？やり直すね。ちょっと配信がおかしい。おかしいね、真っ暗な画面ね。あ、出た、よかった。あ、直りました、こんばんは。出たでしょ、もう出たと思うよ。出たね。もう出ると思うよ。うん。いや、よかった。じゃあ、ちょっとね、今日のお夜食。ね、ちょっとお夜食、ありがとうね。今よかった。スマイルさん、どうもよかった。遅くにありがとうね。じゃあ、今日のお夜食ね。出てるね、映像ね。どうも、スケイチョウさん、どうも。じゃあ、今日のお夜食。冷たいの。
今日はね、シャーシュトマトだ。今夜はシャーシュトマトね。シャーシュトマト。シャーシュトマトに、いつものコップ。シャーシュトマト。はい。シャーシュトマトにね、マヨネーズかけようか。じゃトマトにマヨネーズ、シャーシュ。牛乳。牛乳、こんなもんねえかな。マヨネーズ添え。今日はシャーシュトマトはいいね。あと、いつものこれ。コップだけ。冷酒になってます。飲もうか。はい、乾杯。彼女です。僕の彼女、勝彦さんの彼女です。はい、どうも。こんばんは。大川さん、こんばんはね。今日はシャーシュトマトね。シャーシュトマト。ああ、いいね、冷たく。マヨネーズかけて。食べるよ。もったいないよ、下手に。食べれんもん、こんなの。うまい。で、一杯。嬉しいです。じゃあ、今日メインを、メイン持ってこう、メイン。メインの煮込み。はい、メインはね、鶏皮と大根とじゃがいもの煮たやつだ。甘辛くいつおなじみ甘辛煮だ。どうもね。メインはね、大根とじゃがいもと鶏皮の甘辛煮。わかった。いい、先週、この前は大根と鶏皮だったけど、今回はね、じゃがいもを入れて。いいね。大根。これ大根ね。大根で、これじゃがいもと鶏皮、甘辛くおなじみに似た。いただきます。鶏皮と大根、じゃがいも。うまい。昨日は早っ、キャンプから帰った後、時間あったから煮といたわけ、昨日から。で、今日は今温めて。おー、うまいね、鶏皮ね。鶏皮最高やね、鶏皮。このテロテロ感がいいね。おー、じゃがいももいいじゃん。おー、じゃがいももいい感じ。
大根もいいね。よく皮むいてない。これ、うまい。で、いっぱい。よく染みてますね。だいぶ。うまい。うまい、ちょうどいい感じ。そうだね。最高、手安くて。これ、大根はさ、先週大根おろしとかかけたりあったでしょ？あれ、大根おろしとか。あの残りの大根、これで最後、大根は。また考えた。うまい。今も。まあ、おでんみたいなもんね。まあ、あれ、練り物はないけどね。おでんもじゃがいもでっからね。そうだな。おでんって言ってもな、これな。おでんっていうほど品数ないから、おでんと言わない。そのため。甘辛いには安くていいよ。僕大好き、この鶏皮のプリプリ感。それから安いもん。うまい。大根いい感じだ。皮は剥いてないんだ、僕は。大根なんかめんどくさいし、もったいないから。飲んでるよ。からしは今日つけてないよ。からしは今日つけてないよ。外なの？外で昨日飲んだ、アウトドアで。昨日か、一昨日か、土曜日の夜。毎週飲んでるよ、外で。アウトドアだから。わかった？外で飲んでる。そうそう、僕も外飲みはそういう感じ。外のお店はないけどさ、いわゆる外は飲んでる、外ではね。外では。名詞としての外ね。名詞としての外ね。まあ何でもあるよね。男たちに先だ、これ。リスケさん、僕の彼女のリスケさんがこの間持ってってくれたやつ。お土曜日の夜。彼女のリスケさん。マンコのない彼女。いわゆるマンコのない彼女。うまい。鶏皮最高。鶏皮さ、昨日キャンプから買ったいつものお店でさ、値段あれ3割引きになってたんだな。もうだいぶ遅く。うまい。鶏皮最高で、たまに冷たいトマトもいいよね。冷やしトマト。ありがとう。昨日ね、外飲みは僕のアウトドアで。でも、アウトドアでするようなやつか、お店入んなくなったあれ。以前は歩き配信の時はさ、お腹すくとよく入ってたけどさ、だからお金使えなくなった、逆に、ほんと。どうも。これはね、コメントにあってる、これもね、これ、今いるなんだっけ、ユーザーさんが送ってくれたやつよ。今日これ開いちゃうかな、冷酒になって、このパックの冷蔵庫入れて。トマト安かった前にね、ずいぶん前買ったやつだ。6個、5個入って100円で160いくらのやつかな。ありがとうね。鶏皮うまいよ、鶏皮。じゃがいももいい感じだ。
大丈夫じゃ、僕は。そうだ、ホレストさんが送ってくれたの。じゃがいもうまいね、ほんとだ。よく煮えてる。この間、ギスケさんが持ってきてくれたやつ。土曜日ね、重たい重いで昨日持って帰ったよ。重たかったよ、これ。まだ半分ぐらいあったからな、こんぐらい。いいよね、じゃがいもはね。うん。根野菜を持つからね。うん。今週はどう？今週休みだったらね、どうしようかな。やりたい、日曜日ね。天気心配だよ、夏日だからな。ないですね、山口一番っていうのは見たことないや。あれ、晴れたらいいな、ほんと。今週は土曜日仕事だからね。日曜日だけ。晴れたら水戸山行こうかな、トロトロとも。うん。あ、でも一回日帰りで撮ったのもいいよな。日帰りもたまには行ってみないとな、日帰りな、撮った。日帰り撮った。伊東山はさ、テント場ないからさ、日帰りちょうどいいや、あれ。標高1500ぐらいだったら、七つ石だもんな、十分日帰りは可能。鴨沢が登ってね、七つ石だったら十分だ。うん、僕の遅い足でも、普通に登って3時頃だもんな、あれ。うん、だったら降りて、大丈夫、大丈夫。十分伊東山だったら1500ぐらいだから、日帰りは可能だ。そうだ、それもいいね、うん。海キャンプはね、うん。で、今回はダメでしょ、今回は。今度はあれ、土曜仕事だからね。土日休みの時。したいこといっぱいだもんな、普通にし。そうね。そうだよな、日帰りの時はさ、ソロストーンを持ってきたんだよね。どうしても、キャンプとソロってありけないからさ、あれ。あれ、この間みたいに、おとといみたいにさ、秘密のグルーちゃん持ってくけど、キャンプでソロストーブはありがないから、やっぱり日帰りの時使いたいからね、ソロストーブは。日帰りの時ソロストーブ。ちょうどいいやろ、固定でさ、燃料使わないで。ソロストーブを使いたいからな、うん、ソロストーブ。あ、セクシー、ありがとうね、セクシー。野菜はまだもうないな。野菜は、長ネギはちょこっとあるんだ。このキャンプの時残ったやつ。ムービーキャンプか。今度だね。行くときキャンプって、あれ、水戸浜海岸ね。あそこ。あそこいいよね。京急で一本でね。でも、うん。だから。材料買ってた方がいいよな。スーパーないからな、あそこは。コンビニしかないから。どうかな、入るないよ。うん。じゃあもう一杯行こうか。ちょうど開くね、これね。
どうも。あ、多分あれもう僕あんまメディアじゃないけど、あれ僕仕組んでると思うよ、あれ。多分将棋協会で仕組みだと思うよ、全部あれ。ああいうの作ってさ、ネタっぽい感じがしてならないあれ、ほんと。将棋っていまいちマイナーだからさ、ああいうのやってさ、絶対あるってそう思うよ、あれ。もともと僕絶対あれ仕組んでると思うんだ、あれ。メディアぐるみで。協会とさ、そう思わない、あれ。少しでも将棋の世界に注目するようにって、僕そんな気がしてならない、あれ。やらせてるか、仕組み、仕組、な、仕込みっていうのかな。うん。まあ、演出っていうのかね。怒られた、注意されただけよ。大したことない。注意されただけよ。うん。大したことないよ。うん。でもあれ、ちょっとな、そう思うや、あそこまで勝ってくると、やっぱりな、あれ。絶対、将棋に注目するように、なんか仕組んでんのかなと思った、協会ぐるみで。はっきり言って、真ん中の世界ってさ、やる人はいてもさ、僕はそう思うや、あれ。将棋の世界に注目するために、ちょっと入った、やってんだろう、やってるとか、やってんじゃないかって僕思うんだ。そうしておけるよ、あれ。さくらのりこさんみたいにね、変な薬物やってませんから、素直に受ける。ねえ、さくらのりこさんはさ、渋谷で食事された時はさ、阻止したんだもんな、あれ。どんな世界にそういうもんあると思う、やる程度。人間がやることだからさ、全く平等、あれ、ないと思う、平等っていうかな、ないと思う、そういうのって。何かしらあると思うよ。あれ、赤くなった？ちょっと回線弱いのかな。まだよかった。みんな、そんなメディアグルメなんかやってんだ、あれ、結局。僕はそう思う。うまい。鶏皮最後に取っとく。鶏皮最後に取っとく。鶏皮大好き。大根最後。大根の最後ね。うん。よく似合う。うん。あと鶏皮。鶏皮大好きね。鶏皮いいね。鶏皮。うん。じゃあ、カップ酒。鶏皮いいんだ、安いんだ。これなんか、100g65 円ってパックに書いてあ、100g65 円ってなってるパックで、3割引きだったからね。すごいお得だった、これ。昨日買ったやつ。すごい。鶏皮うまいよ、どう、大好き。うん。ファミチキ、うん。ケチだからたまるんじゃないの、使わないから。また言っちゃった。ケチじゃないけどさ、使わないからでしょ、あれ。ある程度。うん、テレビもない、ほんと僕。テレビも買ったことない。一人暮らししてもう20年以上になりますから、テレビ買ったことありませんから。うん。テレビ買ったことないよ、本当。だからラジオがあれば別に困んないもん。そうだよ、ラジオがあれば僕、娯楽はラジオで十分。本当テレビ買わない。まあ、働いてるわけでしょ。職場でちょこっと見ればその程度で十分だよ、テレビなんか。わざわざ自宅でじっくり見たいと思わない、テレビって。まあ、やっぱ僕テレビっ子じゃないんだろうな。職場の休み期間とかちょこっと見るってのはその程度の僕が満足したテレビなんか。
使うところはね、まあ、もう今回は使ってんじゃん。秘密のグリルちゃんとか、趣味に使ってるよ、趣味。秘密のグリルちゃんとかさ、ソロストーブとかさ、ああいうやつ。まあでも僕20年、一人暮らしした頃は持って、25年ぐらいまで働くんだけど、あの頃はネットはしてなかった。もう30になってパソコン買ったからさ、一人暮らしして10年間ね、ネットはしてないからね。今あるけどね。そうよ。25年前だもんな、もう45だからさ。25年前はネットなんか、それほど普及してないし、僕もパソコン買ってなかった。それで関係ないね、それはね。でもあの頃でもラジオで十分楽しめたな、僕。20歳ぐらいでもな。25年前でも。今はなおさらだよ、今はなおさら。ネットがあるから。テレビ買わなくてもね。そうするよ、ラジオで。吉永小百合さんの顔を聞きながら。TBS ではさ、結構長いこと吉永さんレギュラー持ってるからな。モンブランそろえたら5000円だよ、もっと買うの買ってんもんだって。え？あ、そう、モンブルのあれね、あれ。モンブルツベルトね、あれ3万6000円だもん。あれ一番高いかもしんないね。パソコンよりパソコンもっと安いからな。でも、一番最初のノートパソコンのがね、なんだっけ？ Windows 98のセカンドエディションだっけ？もう20、30のとぐらい買ったやつ。あれがもう7、8万だったから、あの頃は。8万前後だったから、あれ。ライトショッピングで。ダイナブックだけど。あれが一番高いかな。だから、アゾのパソコン全部安いやつ。あれが一番高い。一番最初のパソコンが一番高い。ラジオショッピングで8万ぐらい。今のは安い。今だって今、よく言ってる今のは、アスースのミニノート、ebook で、これは3万ちょいだから。本当安くなったね、今考えたらね。僕が初めて買ったノートパソコンは8万ぐらいしたもんね、あれ。ダイナブック。今これだけ。もう30ぐらいの時、15年ぐらい前はそうだったね。Windows 98とか2000とかの頃。おやすみなさいね。ありがとうね。そう、パソコンより高いあれ。今使ってる ASUS の eBook より、モンベルのツールとあれ3万6000だから高いですね。今。おやすみなさいね。じゃあもう一杯。これで終わりかな。でも、固定で、山、あれ、今度海行くとき、あれ、モンベルのあのツベルト持ってこうかな、あれ。技術式。軽くていいもんね。あれ、軽くていいよ。ポールもしっかりしてるしな。安いのはね、ポールがね、しょぼいね、ポールがね。当たり前だろうけどな。鳥皮うまい。鳥皮。いいね。鳥皮いいでしょ。あ、うまい。おやすみなさい。あ、もう0時回ったんだ。モンベルのツルタレいいよ、ほんと。コンパクトで。電車と徒歩には持ってこい。今日はこれでおしまいお酒ね。ちょうだいた。はい。ゆきすけさんからこの間もらったやつね、土曜日ね。開きました。うわ、すごいな。大さん、すごい買って持ってんだね。わかんない、硬いかどうかわかんない、それはね。昨日から来ていったら、昨日から。
昨日は日曜だったからさ、休みで帰った後さ、ずっと寝てたから。まあ中古はどうだろう、僕の中古で買って今スティックもやってんだけど、中古なんだけど、そうだね、バッテリーほとんど持たないもんね。電源に出せず起きちゃうもんね。冷蔵庫は45リットル。よくあるやつ。一人はこう、なんだか、よくある。胸ぐらいかな？胸ぐらいまでのやつ。よくあるやつ。胸ぐらいで。冷凍室はまた別のやつね。うん。腰ぐらいのはさ、あれ、冷凍室がさ、冷蔵庫内で分かれてるんだ。ああいうのじゃないからね。ちゃんと冷凍は別のやつになってるから。うん、小さいんです、僕。しょうがない。何でもいいです、僕は。うん。ああ、うまかった。今日、大根とじゃがいものと鶏皮の煮込んで、甘辛に美味しくいただきました。ああ、うまかったね。汁残ってるの、明日はあの汁に生揚げにて、明日は生揚げにしようかな。また言っちゃうけど、明日は生揚げだね。煮物するとさ、汁って残るんだよね。だからそれもったいないから。まあ生揚げがあるんで、あれ。あの相模の長身な。生揚げがあるから。あれ煮て、明日は生揚げだ。明日は生揚げがつまみだ。6センチあれば大丈夫よ。本当6センチあれば。でもそれより女の子と出会いがないからな、僕。本当。でも可愛いな女の子。うちの職場にも若い子いるけど、本当可愛い、見てるとたまらないよ。本当たまらない。可愛いよね、女の子はね。ね、男はたまったもんじゃないよね、ほんとね。女性にはかなわないよね。女性にはかなわない。そう、綺麗に食べたよ。はい、おいしい。うん、うまかった。煮物は簡単でいいやな、ほんと。汁があるんで、明日はその残った汁に生揚げ入れて煮込んで、明日は生揚げ煮だ。生揚げ、うん、相模屋の生揚げ入ってっからね、昨日買ったのがあるから、あれもう今日から煮込んどこう、少しね。うん、おい、アイドルは助けない、僕は。自分で勝負。お酒を全部飲んだ。今日のお酒おしまい。じゃあ最後はシャイシトマトで。はい、美味しくいただきました。うん、おしまい。うん。まあ食べ終わって、マヨネーズがちょこっとはいいや、ね。おやすみ。美味しく食べました。どうもありがとう。今日はこの辺で終わるね。おやすみなさい。終わります。ありがとう。ダイさんありがとう。キュウイさんありがとう。大川さんありがとうね。もういい、もうちょうど全部終わり、これで今日は。うん、また明日。今するよ、あれ。うん、しごくよ、今夜も。おやすみなさい。だいたい前にしごいてます。
誰もしごいてくれないから自分でしごいてるよ。はい、おやすみ。よし、スティックも終了しました。お母さん、おやすみなさい。また明日も仕事から帰宅時代ね。おやすみね。あ、皆さん、どうも、おやすみなさい。はい。おやすみ。また明日。あります。はい、じゃあ最後にこの歌おうか。最後にもう一回この歌、最後は福山雅治さんのこの歌いこう。この歌で締めようか。最後はこの歌で。誕生日に甘しとるな、ゆりお。あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの？そこから見える私の素顔は誇れるものですか？あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば、泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて。年に一度の誕生日だから、照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は、優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人、いつか会ってください。真っ白なユリを写真に飾ろう。聞いてもいいかな？認めてくれるかな？この生き方を。はい、今夜はね、福山、最後にね、福山さんの誕生日には真っ白なユリを歌いました。ではまたね。おやすみなさい。あります。